はい、今回ですね、誰やねんなんですけども、未来の誰やねんかな。めちゃめちゃ若い。待ってもらえ。アマダ。アマド。アマドトラオレかな。アマドトラオレ。だって2002年よ。だからね、21歳。すごいね。サイドアタッカーなんかどこからへんのコートジボワール。いやー、すごい未来枠が来ましたね。さあ、どんな選手なんでしょうか。あ、なんか席止まらへんのアマド。アマド・ディアロっていうのか、正式名は。登録名なんです。ディアロっぽいね。現在、マンチェスター・ユナイテッド。そう、確かアタランタから引き抜かれたよね。右ウィング。身長173。どうなんでしょうか、ブレイクするんですかね。コートジボワール代表4キャップと。代表デビューが2001年ってことはワールドカップ出てないよね。ワールドカップそれ以前出てないからね、それ以降は。もともとは、これイタリアのユースやな。イタリア引き抜かれたんか。あ、生まれはコートジボワールですけど、そこでイタリア引き抜かれてるって感じかな。アタランタのユースずっと、で、アタランタをし、で、デビュー C の、デビューしてすぐ引き抜かれてんやな、マンユーと。で、まあ、速攻レンタルで、レンジャーズ、サンダーランド。で、また今、マンユーに戻ってきてると。どうなんでしょうか。ちょっとレンタル出た方が良くないかな。そうね。今んとこプロ通算168試合。イタリアでは出会ったのか。4試合で1ゴール。あ、全然出てへんのに引き抜かれたんか。あ、お互いされてんやな。いや、ちょっとやばいパティンかな。こっちでやばいパティンよ、ちょっと。っていう感じがするんでね。まあでもどうでしょう。一応残しておきますか。未来のために跳ね上がる可能性もあるもんね。1億円で売ってほしい人、売りますよ。